フェリックス・フォン・ハプスブルク・ロートリンゲンは、オーストリア・ハンガリー帝国の旧統治者家紋、ハプスブルク・ロートリンゲン家の一員。最後のオーストリア皇帝、副社カール一世の三男。姉、アーデル・ハイト大公女とフェリックス・大公皇,皇帝カール一世と、その妻で、パルマコ・ロベルト一世の娘である、チタ皇后の間の、第四子、三男として、シェーンブルン宮殿で生まれた。 先例の大父は、王子のザクセン王、フリードリヒ・アウグスト三世である。1918年に家族と共に、オーストリアを追われ、スイス経由で、マデーラ島に亡命した。1937年秋、オーストリアへの帰国を許されて、テレジア軍事アカデミーに入学し、帝政廃止後のハプスブルク家の人間としては初めて、オーストリア共和国軍に士官として所属することになった。 しかし九百三十八年のアンシュルスに際しては、国境を越えてチェコスロバキアに避難することを余儀なくされた。第二次世界大戦中はアメリカ軍に入隊し、弟のカール・ルートビヒと共に第百一不評大隊、通称自由オーストリア大隊に所属した。しかし同大隊の大多数を構成するはずだった亡命ユダヤ人志願兵がこの大隊に所属するのを拒んだため、 大体は解散に追い込まれた。フェリックスはオーストリア政府の求めるハプスブルク法の受諾を人権侵害だとして拒んできた。このため第二次大戦後にオーストリアへの入国を許可されたのは1989年の母の埋葬式に列席するための3日間だけだった。1996年3月10日、フェリックスはオーストリアの国境警備が ヨーロッパ連合加盟後に急速に緩和されたのに常時、ドイツからオーストリアへ入国、翌3月11日に、自らの不法滞在に関する記者会見を行った。この事件後、フェリックスは、オーストリア政府から、再度違法に入国した場合には、相応の処罰を行うとの警告を受けた。結局、フェリックスと弟、カール・ルートビヒは、オーストリア政府の情報により、 定員請求権放棄に言及しない形で、共和国政府に忠誠を誓うこととなり、オーストリアへの入国を許可された。フェリックスは、メキシコとベルギーで様々なビジネスに関わり、経済コンサルタントとして活動している。オーストリア政府と和解するまでは、フェリックスは、ポルトガル、ベルギー、メキシコ、アメリカ合衆国を転々としながら暮らしていた。 晩年はメキシコ合衆国の首都メキシコシティのサンアンヘル地区で暮らしていた。ムーリ修道院でのフェリックスの葬儀2011年9月8日、メキシコシティのサンアンヘル地区で死去。95歳坊津。ハプスブルク家の墓所の一つとして知られるスイスのムーリ修道院に埋葬された。1952年11月18日にアーレンベルク公爵。 ロベルトの娘アンナウジェニーと結婚し、間に7人の子女を設けた。ありがとうございます。